本日は2014年ソフトバンク対阪神の日本シリーズ、西岡選手が守備妨害をしてソフトバンクが日本一を決めたあの瞬間に迫っていきたいと思います。あの時一体何が起きていたのか、その裏側をすべて話していきたいと思います。乾杯乾杯いいな。前回の高見 のプロ時代のすごかったピッチャーベスト3の話も、はい、あれ結構面白かったしな、話聞いてて、はい、改めて動画見ても、あの視聴者の方々からも、見てくれた人からもコメントいろいろいただいて、高見選手の現役時代の思い出に残る、印象に残る試合は何ですかみたいな質問があって、ああなるほど、そう、俺もちょっとそれ確かに今度聞いてみようと思ってさ、あれはもう日本シリーズしかないですよ。今それしかないです。そう、西岡さんが守備妨害をした時ですね。もうやっぱりちょっとあれはね、まあ、にわかエセ阪神ファンの俺からしてもね、やっぱり印象深い、自分が当事者で二塁ランナーからホームに帰ってきてると、うん、これはもう一番印象に残る試合の一つですね。そうだよな、あの試合にグラウンドに出ていて、まさにあの場面でホームまで来てる人間だもんな、高見。いやそうですね、まあなんか不思議ですけどね、自分でも、まあクライマックスもすごい印象に残ってるんですけどね、ファイナルステージ巨人とやって、うん、4連勝して、はいはい、一気にこう日本シリーズ決めたっていう、すごいこう盛り上がりましたけどね。そうだよな、めっちゃ勢い乗るやろ絶対。あれだから日本シリーズ前とか選手とか、 どういうテンションなの？なんかそのファイナルシリーズ巨人とやった時もすごいみんな楽しい中でも、なんかすごい勢いがあったような感じはありましたね。でそれそのまま勢いのまま第1戦目、確かあのメッセンジャーが先発して勝ったんだよな、1戦目は。はい、日本シリーズ1戦目は勝ったんですけど、うんうんうん、まあ、そこからソフトバンクを怒らせ4連敗するっていう、うん、あの試合に勝ってたら、うん、甲子園に戻れたんですよ。アウェーホームとかってやっぱ全然違うの、まあ、特に甲子園はすごい応援がやっぱりすごいので。そうだよね、僕がもし相手チームだったら絶対ここで守りたくないなって思いますもん。絶対嫌だろうな。嫌ですと思いますよ。結果的に守備妨害を生んだシーンというかプレーは、あれ最終回でどんなシーンだったの改めて。当時二塁ランナーは阪神時代の私でした。グラウンドで感じたもの見たものすべてを話します。ピッチャー抑えのサファテがストライク入んなくて、うん、はい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 、サファテ、フォアボール3つ出してワンアウト満塁になって、うん、バッター西岡さんで、僕がまあ二塁ランナー、まあ一塁ランナーの時にもゴメスのダイソーで僕出てたんですけど、満塁になって、うん、で、西岡さんが打ってファーストゴロになった感じですよね、うんうん、ホームに投げられてホームフォースプレーで、で一塁転送されて守備妨害って感じですよね。そうだ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 。僕二塁ランナーで三塁行くじゃないですか、ソフトバンクファンと阪神ファンって黄色じゃないですか、カラーが。あ、はいはい、チームカラーね、うん、だからもう球場が全部黄色なんですよ。スタンドが。はい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 。キャッチャーからの送球が見えなかったんですよ。白いじゃないですかボールって、うんうんうん、もう黄色のたくさんある中に白いボールいってるんで全然見えなくて、まあ三塁ベース付近でちょっとこう様子を見てたんですけど全然分かんなくて、三塁コーチャーの高城さんが、うん、ホーム行けホーム行けホーム行けって言われて、うんうんうん、ボールの位置分かんないですけどホーム走ってたんですよ。そんな状況だったんだ。でスライディングしたら球審がいなかったんですよ、周りに。タッチもされてないしホーム帰ってきてるから、よっしゃ同点だって思ってて、球審探したらいなくて、一塁の方見たら球審がいたので、いやホーム帰ってきたらセーフだよってこうアピールしたら、いやアウトだからって言われて、えって思った瞬間に上から紙吹雪パーンってこう優勝おめでとうソフトバンクっていう紙吹雪、ソフトバンクホークス日本一おめでとうみたいな、全然状況読めなかったですよ。それパニックだな、意味わかんなかったです。まあそしたらなんか和田監督と西岡さんがすごいこう審判団に抗議してたんで、うん、あ、これなんか送球当たって守備妨害取られたのかなって思いつつ、うん、ベンチに戻ったって感じですかね。あれ阪神のファン感謝祭とかでさ、YouTube で見たんだけど、今成選手が西岡さんのモノマネするんだよ。西岡選手をモノマネして打ってめっちゃ
めっちゃ中に入ってきてるの、マウンドぐらいまで行ってからわざわざ入るというモノマネをやるよな。いや、なり本当面白いんでね。あのモノマネよくやるんですけど、あのだいたい誇張したモノマネが多いですね。うん、まあなんか今考えるとすごいこう、うん、あのおかげでなんかすごいいい場面に僕は遭遇できて、うん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 、ちょっと今は感謝してますかね。ああそうだよな。だってサヨナラ守備妨害が史上初だし、そこのランナーその場面に出ていた立っていたっていうのは、はい、もう話のネタとしてはおもろすぎるもんな。あの日のスポーツニュース、うん、僕何十回出たか分かんないですよ。同点のランナーがホームインと思いきやみたいな、もう何回も続けましたから。面白い、はい、誰もができる経験じゃないからな。はい、いやでもいい話聞けたな。でもあ、よかったです。やっぱ阪神ファンは気になるところだと思うので。いやもうめちゃめちゃもう今興奮してるもん。六甲おろしをもうずっと俺今心の中で歌ってるもん。声に出さずに。いや、さすが阪神ファンですね。はい、六甲おろしですよ。はい、今夜もありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、いやもう朝方だから眠いっすよ。あっぱれショップからお知らせでございます。今回は兄貴が新商品を考案、コロナに負けるな T シャツ、全国まざまなショップさんで発売予定でございます。詳しくは概要欄をチェックラー。